1897年当時の独立門。左手に柱を残して撤去された芸音門。中央に忍ぶ果館を改名した独立館独立門は大韓民国ソウル特別市西大門区。そこ道101番地の西大門独立公園内にある門。1896年11月21日提訴。1897年11月20日完成。 諸始め室の案をもとに、ロシア人建築家のアンファナシー、ビバノビッチ・セレディン・サバチンが設計施行した。変額は、理観用の作品である。諸始め室が、独立門建設の意義を表明した、独立新聞1896年7月4日の、記事高さ14.28メートル、幅11.48メートル、約1850個の見陰石から作られている。 フランス・パリのエトワール外戦門を模して作られた、史跡第32号。1979年に整備事業により本来の位置から北西に70メートル移動された。日清戦争により日本が清に勝利し、下関条約にて清の作法体制からの李氏朝鮮の独立を認めさせた。これにより李氏朝鮮は清の支配から解放され、自主独立国家として、 歩み出すことになったことで、清への服属を象徴していた、芸音門を壊した。その後に登場する独立協会が、芸音門の跡地のすぐ隣に独立門を建てた。さらに、芸音門に隣接していた忍部下官は、独立協会の事務所として独立官と解明された。独立門は、独立協会が中心となった募金活動によって建てられた。 朝鮮が何年も新国の属国であったが、神様の恩恵で独立され、朝鮮大君主陛下が今は世界の首脳と同等な立場となり、朝鮮人民が世界にまたがる自由な人になったがゆえに、このようなめでたいことを無視するのは道理ではない。朝鮮が独立したことを世界に知らせ、また朝鮮の後世にこの時から朝鮮が、 永遠に独立したことを伝えるためにも表跡が必要であり、また、朝鮮人民が養生するには新鮮な空気を吸い、景色がよく静かな場所で運動をすべきである。忍ぶ果敢に新しく独立門を建て、その周辺を公園にして千秋万歳実習独立した公園であると伝える志である。独立新聞1896年7月4日、論説直命によって、 独立協会が解散された後、独立館は一新会の演説会場となり、聴衆が増えて独立館が手狭となったため、その北側に八角堂が建設された。清からの独立を記念したものであるが、韓国民の中には中国からの独立戦争の知名度が低く、幸福説と混同する人々が後を絶たず、そのために独立門は未だに、 日本からの独立を記念するもんであると誤解、勘違いしている人が多いという。現在日本政府のシンボルとして使用されている、切り門が、昔は豊臣家の家門として使われていたように、政治的に利用されているシンボルには、現存するまでの間に様々な背景があったことも念頭に置く必要がある。外部リンクにある、金広さんの二つの論文を、 参照2009年10月28日、周囲を整備して、独立公園として、リニューアルオープン。一つの公園にしたことにより、西大門刑務所、歴史館の施設などと関連性を高め、従来より訪れやすい環境を作った。ありがとうございます。